はい、皆さんこんにちは。今回もですね、都内の使える工具、面白い工具を紹介していきたいと思うんですけども、今回もですね、こちら2020年版最新カタログが発刊されまして、まあ、こちらの最新カタログからですね、テーマ性、使い方やテーマ性を持ってですね、新しいニューアイテムを抜粋してご紹介したいと思います。で、今回ご用意したのがこちらのアイテムです。まあ、こちらがですね、まあ、テーマとしてはオート、まあ、自動で便利に使えるよと、まあ、そういうアイテムを揃えております。ちょっと順番に自動で仕事をしてくれるオートなアイテムをご紹介していきたいと思います。まあ、まずはですね、とにもかくにもここ数年でヒットアイテム、オートなヒットアイテムということで、以前もご紹介しましたこちら電動ラチェットハンドルですね。こちらがですね、もうかなりご好評いただいておりまして、もう生産が追いつかないような、そういう状況でございます。バッテリーをカチャンとつけていただいて、もうスイッチオンで先端が回転すると、ニューッとオートで自動で回転してくれると。まあ、ボルトの予兆分送ったりとか、緩めの時に予兆分キューッと引き抜いたりとか、そういう時に便利にお使いいただけるかなと。まあ、次はですね、オートで自動で作業をすると言いますと、まあ、挟み物の工具とかなり親和性が高い機能なんですね。で、まずはこちら、オートワイヤーストリッパーというアイテムです。まあ、こちら何かと言いますと、電気ハーネスの被膜向きを便利にオートでしてくれるよと、まあ、そういうアイテムになっています。まあ、通常被膜を向くと言いますと、こういうプライヤータイプがまあメジャーどころなんですけども、オートワイヤーストリッパー、こちらのアイテムかなりメカニカルな構造になっています。で、これがですね、ここの先端のところ、ここに刃が備えてありまして、まあ、太い線から細い線まで太さに関係なく自動で太さを決めてくれると。まあ、以前のこういうプライヤータイプのストリッパーですと、被膜を向く配線の太さに合わせて自分でここのプライヤーの挟む場所を決めなきゃいけなかったんですけども、オートワイヤーストリッパーは自動でその太さを調節してくれますよと、まあ、そういうアイテムになってるんですね。なんでこういう細い配線も調節なしでピュッとこう先端を向くことができますし、太い配線でも何も調節することなく握るだけでシュッとこう先端の配線も被膜を向いてくれると、太さに関係なくオートで仕事をしてくれると、まあ、そういうストリッパーになってるんですね。まあ、こちらの被膜を向く長さを決めるスケールなんかもついています。もうかなり便利にお使いいただけるんじゃないかなと。オートワイヤーストリッパー、そういうアイテムです。次にご紹介したいのがこちら、オートウォーターポンププライヤーなんですね。まあ、こちらウォーターポンププライヤー、まあ、カラスとかアンギラスペン、まあ、通常ですね、ウォーターポンププライヤー、このように支点の位置を挟むものの大きさに合わせて動かしながらお使いいただくんですけども、支点を変えてお使いいただくんですけども、オートウォーターポンププライヤーはその支点をこの切り替える作業を全自動でしてくれるアイテムです。通常は挟むものに合わせて支点の位置を変えるんですけども、プライヤーの口を開けてグッと握るだけで自動で合わせてくれる。今この厚さのものを挟んでいます。支点をキュッと広げてあげ、分厚いものでも握るだけで挟んでくれると。まあ、挟むものの厚みに合わせて先端を調節する必要がないんですね。まあ、こちらもですね、支点の切り替えをこうやってちま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 やることを考えると、もうかなり便利にお使いいただけるかなと。まあ、そういうアイテムです。で、口の開きを自動で調節してくれるプライヤーはまだあります。まあ、こちらのオートグリッププライヤー、通常のグリッププライヤーがこちらのアイテムです。オートグリッププライヤーがこちら。まあ、見てお分かりの通り、グリッププライヤーというと通常末端のところに調節ネジがついてるんですね。調節ネジをこうくるくる調節しながら、挟むものの厚みに合わせて調節してあげて、バチャンと挟むと。同じ調節で薄いものを挟むことはできません。まあ、それはですね、後ろのネジを調節してあげて、薄いものをバチャンと挟むと。でですね、オートグリッププライヤーはその末端の調節ネジをなくしまして、自動でこの口開きを調節してくれるんですね。何も考えずにパシャンと挟むだけで固定されます。同じ設定で薄いものでも何も考えずにパシャンと挟むだけと。
もう調節ネジも何もいじっていません。厚いものから薄いものまで全自動でプライヤーの方が厚みを変えてくれるんですね。で、末端の調節ネジがない代わりにこちらに挟む強さを変える調節ネジだけついています。まあ、これによってですね、まあ、強さ、挟む強さを変えながら厚みの方は全自動で調節してくれますよと。まあ、そういうグリッププライヤーなんですね。アイテムとしては3種類ご用意しています。通常のグリッププライヤーの大きいのと小さいのと、先端がこういうロングノーズタイプになってる。まあ、この3アイテム、オートグリッププライヤー、挟むものの厚みを気にせずに使えるということで、まあ、便利にお使いいただけるんじゃないかと思います。まあ、今回はですね、2020年カタログからオートで自動で仕事をしてくれるアイテムを揃えてご紹介いたしました。次回もですね、こちらの最新カタログからテーマ性を持って抜粋しながらシリーズでお届けしたいと思います。また次回もですね、トネの使える工具、面白い工具を紹介していきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。